「未来から逆算して夢をかなえる」と聞いても一体どういうことなんだろうと感じた人が多いと思いますでもこの本を手に取ったあなたはそれがどういうことなのか興味を持って知りたいと考えたはずですそしてひょっとしたらそのやり方を知れば「 これまでとは違う生き方ができるかもしれないと直感的に感じたかもしれませんその直感は正しいと思いますあなたが自分の最高の人生を生きていないのはそのやり方を知らないからです世の中には自分の夢を次々に叶える人がいます彼らは自分の未来を作り出す不思議なパワーを持っています をやります、と周りに自分の夢を語りしばらくして本当にそれを実現させるのです私も二十代の頃からそういう人を見てずっと不思議に思っていました大して才能があるように見えない人がどんどん事業を展開していたからです最初は「夢はたくさんの人に語れば実現するのだ」 と考えましたでも口だけで全然夢がかなわない人もいっぱい見てきましたそういう人が皆さんの周りにもいるでしょうなので言えばかなうわけではありませんそうやって観察を続けてある時分かったのです夢が次々とかなう人は 自分で自分の未来を作り出しているのだと。コンピューターの父と言われるアラン・ケイは言っています。未来を予測する一番いい方法は、発明することだ。まさしくそうなのです。一流の人たちは、自分の未来を発明する力があるのです。では、どうやってやっているのか。それがこの本のテーマです。 自分の夢をどんどん実現している人は未来から見て逆算して夢を実現しているのですそのやり方についてはいろいろな角度からじっくりお話ししていきます今分かっていただきたいのは自分の理想の未来を見てそこから考えて現実を変えていくことは誰にでもできるということです今の生き方と 未来ののあなたの生きき方は大きく違いますでもあなたの未来が素晴らしいものになるのならどこかの時点で今の生き方が普通の現実から理想の現実へと変わっていくわけですそれをどうやっていけばいいのかなぜそれがうまくいくのかについて詳しくお話ししますそのにに出る前に あなたの現在地を知ってもらいたいと思います人生の生のき方には、いろんな種類があります。まずはそれを5種に分けて見ていきましょう1社会から距離を置き引きこもり生活をする2周りに期待されることをこなし忙しいけれど退屈な毎日を送る 3普段はあんまり好きではない仕事をこなし趣味などの楽しいことをやる4自分の好きなことを中心にしているがやらなければいけないこともこなす5ワクワクすることだけをやって生きているあなたは現在どの生き方に近いですか人生に正解はありませんが いろんな生き方をしている人が同時に存在していますどの生き方がいいかではなくそれぞれ大切にしているものが違います世間体を一番に考える人もいれば生活していくことに重きを置く人もいますまた毎日楽しいことをやり時間に縛られずに自由に生きたい人もいるわけですそれぞれの人生観が違うので 生きき方のノリも全然違ってきます生活するためにどんな仕事でもやると考える人と大好きなことしかやらないという人の日常生活がすごく違うのは誰でも想像できる